ちょっとフルブライトを仲間にする前に、その前にドフォレ紹介を潰そう。フルブライト紹介以外にも大きな紹介はたくさんある。得意な分野もそれぞれだ。それが真っ当な取引なら良いのだが、紹介の中には聖王様の禁止した商品を密かに取引しているところもあるのだ。ヤーマスのドフォレ紹介はその一つで、しかも大手だ。このドフォレ紹介を叩いてもらいたい。だがウィルミントンとヤーマスは都市同盟の中心都市。フルブライトとドフォーレが表立って争うわけにはいかない。そこで君に頼みたいのだ。もちろんバックアップはさせてもらう。どうだね。やってみる。あ、こっからさらに仲間にできるか。まあ、とりあえず終わらせよう。やってまいりました神王の塔。ここもかなり有益な物件があるんだけど、結構高いんだよね。2700万とかか。ナジュラスター5000万。イスマイル本社、宝石本社無理だなこれは。ラザイエフ商会のエルブルコーヒー、いやここら辺ちょっと買収していこう。300万からラザイエフを敵に回すことになるか。ジャングルフィーバーは1億は超えるようになったね。これ本社乗っ取るとね、全部一気に持ってる物件手に入れられるからね、それはそれでかなり有効なんだけど、まあ一つずついきましょう。アブドゥルメンカ紹介来るね。マッキントッシュ海運、トワイライトペーパーズ、もうジャングルフィーバーで一気に肩をつける。もうひたすらこれ、おお、ちょいちょい出してくる。クラウディウスとかだったら太刀打ちできなかったな。7位。じゃあ次は592万、これにしよう。でナジュのなんだっけ、熱き血だとかなんとかっていう物件技があるんで、それが強いんですよね。ただ今のところジャングルフィーバーが全部抑えてるから、そっちの方が強いんだけど。ラザイエフ紹介、無駄だ。我がジャングルフィーバーには勝てまい。たかだか50万くらい、はした金よ。6位。次600万、3000万、7000万、ひっとけ。だからここら辺多分一緒のグループ技だから、こういう高いところを手に入れると全然違うんだろうな。いやーすげえ高いわ。この600万いくか。ハッサン、羊の毛も売れるんだね、そこそこに。570万、5000万、6000万クラスが早馬、どれくらいで買収できるのか。でかいのいくか。3000万、あー1600万があるね。2億とか。1600万から手を出そう。うお、さすがだ。一応ちょっと駆け引きをしつつ、おもてなし。何、おもてなしが効かない。さすがだ。エルブールコーヒーうまいのかね。こういうところで作るコーヒーはうまい。俺コーヒー全然味わかんないからね。よし、1000万クラスだったら楽勝に手に入るね。5000万クラスいけるか。ラファエロ紹介、メッサーナシュガーだからめちゃくちゃ人気だな。メッサーナシュガー、砂糖はやっぱりメッサーナシュガーっていう感じなのかな、この世界では。ワタさん、
では次、3000万クラスだね、3000万のゲシア絨毯、これを買いに行こう。でこれはもうゲシア絨毯一社で運営してるところなんで、他のところから金が出てくることはない。自社資金を投入してくることがあるんで、それさえやっちゃえば2273万で4000万でしょ。駆け引きなしでいけ、駆け引き全然使ってないね。基本もジャングルフィーバーで全て押し切るから。よし、 OK、 月謝絨毯ゲット。そろそろグループ技を開発にかかろうかな。トワイライトペパーズ、ペーパーじゃなかった、ペパーズだから何。ちょっと一回これ引き出して、あとはちょっとぽいやつ、だからハッサンとか使ってみよう。64アブドゥル、あ、来た、ナジュの、あ、これも1億超えてんね。よし、ジャングルフィーバーとの併用でいけそうだな。あとはだからこのナジュの厚き血をひたすら鍛えていく。最終的にはイスマイル宝石か。この3つ全部5000万から6000万クラスだから、まあ1個ずついきましょう。ナジュラスター、これもナジュラスター本社か。じゃあせっかく覚えたナジュの厚き血からのジャングルフィーバーでもうほぼほぼ制圧できるね。2500万出してきた。ナジュラスター何の会社なんだ、全然わかんない。ナジュラスターが厚き血に加わればまたかなり資金力が上がるんじゃん。キコリのペーターツバイク紹介仕掛けてきたか。まあ、正直キコリのペーターなんていらないけどね。金を持つと人は変わるんだ。2億6000万とかすげえ。ジャングルフィーバーでいいや。ギャハハ、コバルトカンパニーが売りに出されてしまった。まあいいや。キコリのペーターに何プレゼントしてんだろう。ツバイク紹介お前本気じゃないな。ただこの戦いで一社失ってしまった。フルフライト紹介1位なんだ、6億。あ、僅差だね。俺ちょっと離れてんな。2社が今独占状態なんだね。ムハンマド貿易、これも行きますか。でここを全部買収したらちょっとやっぱりジャングルフィーバーなんとなく買い戻しておこう。すげえ、超強えわこれ。うわ、向こうもさすがに金は出してくるね。ムハンマド貿易、どこと貿易してるんだ。基本的に金があればもう駆け引きそんなにいらないからね。よし、ムハンマド貿易もゲット。時代の風、ラファエロ紹介。てかもうラファエロ紹介潰そっかな。物件数4でしょ。これナジュの厚き血が完成したら紹介潰しに行こう。なんか極悪非道だよねやってることが。はい、 OK、 4億6000万、徐々に近づいてきている。あ、ドフォレ紹介に抜かれてんじゃん、フルブライト紹介。では次、このハマール塩取引、これ6000万。しかしナジュの厚き血もう3億弱になってるからな。3億超えてるし、イスマイル宝石、これがもしナジュの厚き血に加わってくれればなんかめちゃくちゃ資金力上がると思うんだけど。ここはいい塩が取れんのかね。
件ハマる塩取引ゲット。ドボーレ紹介が仕掛けてきたか。トロピコシュガー、ジャングルフィーバー系の会社人気だな。ナジュ4億、いかにドボーレ紹介といえども裏工作とか関係ないな。金が全てなのだよドフォーレよ。なんか俺もちょっとさ、ドフォーレ紹介寄りになってきたよね、言ってることが。何こいつら7億になってる。では行きますか。このイスマイル宝石2億4千万、ここを落としにかかる。うわさすがだナジュ、いけ4億、どうだ。これがナジュの熱き血だ。1億出してきたか。3億592万、もう1回来られるとちょっと厳しいな。今ジャングルフィーバーがちょっと弱いからね、一社独立しちゃったから。このまま押し切れるはず。イスマイル宝石もいただく。よし、これはかなりでかい。席を立つとかいいね。ラザイエフ紹介、ラザイエフも潰しにかかろう。リブロフが本社か。じゃあ次はリブロフかな、狙うは。いやもうもはやそこが見えないんだけど、ナジュの厚み、ちょっとあれが見たいな、どこが参加してるのか見たい。まあいいや、我が社のランキングが1位になりました。これフルブライトもすげえ焦ってるよな。トーマスなんだこいつみたいな。ここはもう全部買収したんで、アケかグレートアーチかどっちだ。あったね、コバルカンパニー600万、そんな高かったっけ。もはや相場が分かんなくなってきた。クラウディウスでも1000万引き出せるようになってるかんね。これはクラウディウスでいこう。ちょっとナジュの熱き血は使いすぎた。そうそう、血がなくなってしまう。うわ出してきた。侵食が遅い、やっぱり。フィーバーは予備だよね。オッケー、コバルカンパニー我が社です。ではラザイエフよ、貴様の会社をいただく。どこだ、ラザイエフ紹介、本社に手を出すもん。ラザイエフ紹介2億8564万。さすがだな、ちょっと行こう。きつそうだけど、ナジュとジャングルフィーバーやれば届くはず。まずナジュで、だって5億いくもん。貴様の回収を買収し、そしてタチアナちゃんもいただく。これだけの金があればタチアナちゃんも満足してくれるだろう。いやラザイフ紹介強えな。ちょっと駆け引きやっとくか。フルブライト紹介の正義を解く。反発してしまった。おい何やってんだフルブライト、お前早馬。命令伝達が早くなったと言ってもな、おもてなし、一応ちゃんとおもてなしはしておこうね。タチアナちゃんをいただくんだからもてなしておかないと。よし、ラザイエフ紹介ゲット。それに傘下にあるトゥイク林業、リブロフ、トゥイクワイン、アダムスキー牧場、ニキータ牧場、農場か、トゥイクティ、ここら辺よくわかんない。ホテルリブロフ高そう。リブロフ農工房、ピドナ製紙、アルト処方ゲット。ちょっと待って、フルブライト紹介もしかして君たちあれだったの、ラザイエフの味方だったの。ただ容赦はしないフルブライトといえど、勝負の世界は厳しいのだ。
金が全て物を言うんだよ。それを今教えてやろう、フルブライトよ。俺の物件に手を出してくるとは。12億。なんかもう一社ちょっとでかいところ欲しいよね。まあじゃああと一応残ってるこの2社も買収していきますか、サクッと。ラファエロ商会か。ピドナを中心に食品を扱うラファエロ商会もちょっと買収しよう。メッサーナキャラバンか、これも欲しいな。2億5000万、結構やるな。ピドナって何があったっけ、でかいやつ。レオナルド武器工房とか1億するんだ。メッサーナ、あ、織物工房本社、造船所、ラファエロ商会があるね。なんかもうラファエロ商会しょぼくない？あ、メッサーナキャラバンもここにあるのか。2億か。先にラファエロ商会潰そう。しょぼい会社だな。まジャングルフィーバーでいいだろう。だって単価の高いものをどんどん買収していって、ここをほぼほぼ買収すればもう敵なしでしょ。ラファエロ商会ゲット。スタンレー、スタンレー。ろくなもん持ってなかったんだな、もう。アルフォンソ海運。ここも結構すげえな。物件数2のくせに2億もあるんだ。多分ここら辺の2億とかっていう会社がいっぱいひしめき合ってるんだろうね。それなりに金は出してる。おお、1300万か。おお、なかなか頑張ったと思うよ君は。では次、もう行きましょう。メッサーナキャラバン、これいきます。2億1000万、物件数3。ナジを使います、もちろん。いや、ジャングルフィーバーでもいけそうだけど、ナジでいこう。確実に落とす。これどこでしょうか、いけるな。おお、1億3000万出してきたか。さすがだな、メッサーナキャラバン。物件技ね、他にもいっぱいあるんだけど、やっぱり資金力の強いものが物を言うんで。メッサーナキャラバン、ピドナゴットン、スタンレー軍団。なんかわけのわかんないのを手に入れてしまった。うわ、金使ったな。総資産が減ったんだけど。マッキントッシュ海運。いや、ここもすげえな。ヴァンガードか。いや、いろいろ買収したいところあるね。ここはジャングルフィーバーでいいでしょう。守りだからな。オッケー。倍近く差をつけているドフォーレ商会に。あと高いやつ、レオナルド武器工房。これ造船所とかも高いよね。ピドナバンク、ピドナホテル。いや、ここら辺なんか欲しい。なんか工房シリーズでなんかなかったっけ、組めるやつ、結構強いやつが。メッサーナワイン、フルブライト紹介か。これフルブライト敵に回すことになるんだよな。
その独立してるやつを買い取っていきますか。じゃあまずはメッサーナ。どうしようかな。ナジュで行こう。ドフォーレ商会潰すのにどんくらいの金が必要なんだ。最悪自社資金を出さないと勝てない可能性があるからね。資産を減らしてでもドフォーレ商会を潰すか。スバイク商会、キコリのペーター、人気だな。こいつの未来にかけているのか。クラウディウスでいいや。ペーターごときクラウディウスで相手してやる。キコリのペータープレゼントばっかりもらってるけど。ではこれフルブライト紹介だからレオナルド武器工房、これ行こう。そこそこ出してくんね。出してくるけどジャングルフィーバーでいいでしょう。あと多分自社資金出して終わりだな、レオナルド。おお、来た、1億超えた。なんかもう一つでかいグループ技をひらめきたいんだけど、まあ大丈夫かな。ゲット、レオナルド武器工房。フルブライト紹介、お前何なんだ一体。そっとしておいてくれ俺を。金を積んでくるか。じゃあちょっとピドナもうどんどん買収していきましょう。ミケランジェロ工房でピドナの買収が終わったらちょっとフルブライト紹介潰そう。俺に金を渡したのが運の尽きだったということを教えてやるフルブライトよ。まあその代わりドフォーレ紹介もしっかり潰すんで。ミケランジェロ工房もこれで終わりだな。ミルスカイユ、これは結構高い。ピドナ国営造船所、多く超えるからね。ナジュで行こう。ナジュがなんか最近ちょっと資金力が弱い気がするんだけど、なんで。もうこれはここが限界でしょ。諦めろ。よし、ピドナ国営造船所ゲット。金が減ってんな、総資産が減っていくのが。金使いすぎてんのかな。サザンティンバー、ここら辺のジャングルビーバー系マジで狙われんな。クラウディウスでいくか。おっ、ちょっとクラウディウスはきついか。まだ超えてない。超えてなければ大丈夫。118万、まだいける。おっと、これはちょっとジャグルフィーバー使おう。ゲー、明けサトウキビ、クソマッキントッシュ界運命。やはりクラウディウスでは太刀打ちできなかったか。明けサトウキビの同盟者が増えましたって何。同盟とかマジいらねえんだけど。で
どうする、ピドナバンクとアルフォンソ海運、この2つか。いいや、もうやっちゃおう。これをナジュでやった後、ちょっともう一回ジャングルフィーバーのあれを買い戻して、でそこからフルブライト紹介を潰そう。フルブライト紹介潰せばもう相当傘下に入るよね。うわ、さすがだ。ピドナバンク、ドフォーレ紹介来たか。スタンレー農協、そんなもん欲しいの。ここはクラウディウス223万。なんかあるかね、みんな青いし。イスマイル宝石とかって894万くれんだ。いやー、でもラザイエフ紹介332万、さすがだな。ラファエル紹介は14万とかしょぼすぎだろ。OK、 次でアルフォンソか。これを買って、うお、1億超えてんな。ナジュ、571、うお、8500万きた。まだいける。アルフォンソ海運ももうこれで自社資金出したから、もう出せる金はないはず。マッキントッシュ海運来るね、どんどん来るね。トゥイクティってなんだっけ、もはや分かんねえけど。1500万か。安全にナジュを使っていこう。クラウディウスだとかなり厳しい気がするだよね。クラウディウスは厳しかった。よし、ちょっとジャングルフィーバーをもう一回買い戻してきます。グレートアーチ、ホテルバランタインだっけ。まあいいや、ここにあるから。何が独立したのかさっぱり分かんなかった。これジャングルフィーバーでいけんじゃん。ちょっと待って、これやり直そう。ポーズから、あ、ポーズは完全に止まるやつだね。こっちで一回諦めよう。いや、めんどくさい、めんどくさい。ペーター、またか。ペーター諦めよう、お前などいらん。みんなと相談するとか。ちょっと労働します。ジャングルフィーバーは結構なんか独立しちゃうね。ちょっとナジュで行こう。大丈夫、これで。ホテルバランタインも買い戻して、フルブライト紹介トゥイクワイン、ウィルミントン、まあそうだよね、フルブライト紹介はウィルミントンだよね。11社持ってんのか。うわー、ハマる。塩取引が、これもまた買い戻さないとな。くそ、フルブライトめ、余計なことを。待ってろ、塩取引を買い戻したら必ず貴様の元へ行く。じゃあ塩取引をちょっと買い戻しましょう。6700万か。やはりここら辺は高いな。ナジュの熱き血、思い出せ俺たちの熱き血を、塩取引を。お前を買収したらフルブライト紹介に勝負をかける。
そのためにお前の力が必要なんだ、ハマール塩取引。戻ってこい。よし、マッキントッシュかサザンティンバー。狙われるところはもう決まってるね。ジャングルフィーバーでいこう。ナジュのアッキチとジャングルフィーバーを1回ずつやればまあいけそうな気はするけどね。さて勝負を仕掛ける時が来た。フルブライト紹介3位、7億6400万、うちは29億。ウィルミントンエージェントはこの子。ちょっと待って、意外な人が買収のエージェントをしているものですよ。行きますか。何持ってるの？ガーターティーとか。フルブライト紹介、水運7、銀行6、建設4。4億9000万か、たっけえなマジで。いや行く、勝負をかけるフルブライト。おーマジかこれはもうまずナジュで、その後ジャングルフィーバーを1回かけよう。どんくらい出してくる？フルブライトはフルブライトに助力をって言ってなかった今。101万、あとちょびちょび来てるね。339万とか。フルブライト紹介にスマイルは効かないとか。いやこれこのままいけるな。うわ1億3000万だったら大丈夫。フルブライトよ我が軍門に下れ。ヴァンガードタイムズ、ガーターティー、デマンダ陶器、ホテルバイロン、コロンボ水産、ウィルミントン造船所、チャールズ自由工房、メッサーナワイン、ウォード隊こんなのも持ってたんだ。クールアズアイス、なんだそれ初めて聞いたんだけど。ニルスカイウか。俺がフルブライトを潰したおかげでお前は4位になれたんだぞ。その恩恵をあだで返しに来たというのか、ミルスカユ。さてではドフォーレ紹介も潰しにかかりますかね。ではドフォーレ紹介をなんとかしましょう。一気にいきます。ドフォーレ武器工房、ああそんな高くないね。ドフォーレ海運めちゃくちゃ高いな。5億か。海運でなんとかしてるんだね。てかドフォーレ紹介の方が安くね。え、ドフォーレ海運って独立してる？いやドフォーレ紹介が所有してるよね。よしドフォーレ紹介潰そう。9億、相場が3億か。まずはナジュの赤市、あつき地か。これで5億。あとほっとけば大丈夫そうだな。ドフォーレ紹介をドフォーレ紹介にプレゼントしたとか。ちょび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 出してきてるけど、無駄工作、無駄だよそんなもの。373万。よしこれはいったな。うわ最後になんか出してきたけど無駄だったな。行って遅かった。ドフォーレ紹介を。ヤーマス、ドフォーレの武器工房、ヤーマス造船所、ドフォーレ海運。あー物自体は少なかったね。ダンス陸装隊、スタンレー農場欲しいのか。欲しければくれてやるよ。スタンレー牧場、そんなもんくれてやる。いらん。最後の手土産だ、持ってくがいい。ダンス陸装隊よ。これでドフォーレの悪行を封じました。いや完全に俺が一番悪行やってるけどね。マッキントッシュ海運、ミルス海運、ロワーヌ、アイフェル鉄鋼、エルブールティ、シノン金取引所、ツバイク牧場、ピドナホテル。これ全部単品だな。ツバイクポーションなんてあんだ。へえ、ランス、ランス陸装隊、牧場あげたからねさっき。
よくやってくれた。これで少しは禁酒品の取引も減るだろう。少ないが受け取ってくれ。1万オーラム。悲しい。フルブライトよ、我が軍門に下れ。仲間にする。よし、これでじゃあ揃ったね。野心家の大将にフルブライト、何が強いんだ。術だ、完全に術だ。こいつ白虎術と太陽、一応なんだ、なんだっけ、棍棒系がレベル5だけど基本術なんだ。魔力19しかないよ。でも腕力15、器用さ20か。なんか これだったら証券とか使わせた方がいい気がするけど、ロビンが証券使ってるからな。槍でしょ、証券でしょ、一応槍だけど術メインで剣でしょ。いや腕力が低いな。斧を使わせたかったけど器用さか。じゃあ弓使わせてみる。弓は器用さだけでいいのかな。よし、ちょっと弓を使わせてみよう。どうせ武器レベル全部低いんだから。で白虎だから一応超重力が火力としてどれくらい出るかですね。よし、とりあえずメンバーはこれでいきます。今回トーマスメンバー、フルブライトを入れて、ミューズと、ミューズとフルブライトを後ろに下げればいいのか。よし、この陣形だな。では進めていきましょう。果たしてこいつを倒せるか。行こう。スクリュードライバー、トーマスは無双三段で、こいつも無双三段。疾風剣を一回使おう。で結局フルブライトはやっぱり斧にした。コンボ弱すぎる、マジで。てか武器がなさすぎる。ヒットポイントいくつくらいだろう。アラケスのねアビスゲートを封じれば大体強くなるからね。ちゃんときちんと敵を倒していけば。疾風剣、それでも1000超えてくれれば戦力にはなる。1回しか使えないけど。では最初のアビスゲート、例によってアウナスから来てます。すぐ閉じよう。中心の光ってるところを破壊する。ミューズのヒットポイントがねとにかく低いんだよね。っていうかミューズに回復薬持たせるの忘れた。まあいいや。今回竜神烈火剣のような超火力推しがいないから、まあ徐々に徐々にダメージを与えていこう。ブリッツランサーっていうところかな。まあ弱くはないけど、疾風剣が4回か。フォークウィンドもねちょっと技が弱いからな。フルブライトは回復に回すか。最初のターン以外寝てしまった。ただ死ぬと陣形が乱れるからね、死者は出したくない。でも武装さんだと全然強いな。ナイスだ。これだから片手で扱えるやつはいいんだよね。スクリュードライバー、武装三段、前衛3人だな。やっぱりアタッカーはアースヒーローとナイオン、いくつ回復するんだろう。ブラックジャック、うわこれマジで寝るな。テラーボイス、とりあえずアスヒーローは唱えてくれた。よし、303、悪くない。術レベルは結構高いからね、フルブライト。無双三段をシャールが撃ってくれるかどうか。ミューズの疾風剣に全てがかかってるな。謎のスターフィクサーちょっと使おう。ブラックジャック、寝た。スターフィクサー、ダメージは当たるよね。889、どうなんだ。期間起きてくれ。
りあえず起きてくれればそれでいい。クラックとかっていうのはもう全然話にならないからな。回復するやつもいないからスターフィクサーでも使っておくか。焼きごて、あっち176。ミューズ様も一応盾は持ってるからな。よし、オッケー。まあやっぱり効果力の輸送算なんかあるから、まあ、かなり有利には戦えますね。ミューズ様上がってくれ。技しか上がらない。封印、まあこの調子でどんどんやっていきましょう。てかアウナスどうする。証券スクリュードライバーってあれ直接攻撃してんのかな、よくわかんねえや。斧が特にないからな、遠距離攻撃。トマホークくらいしか持ってない。今回はアンナちゃん、君にお世話になるよ。最強術買う。白虎四魔貴族を倒すことにより最強術が封印が解けますね。でフルブライト、超重力、強力な重力場に敵を沈めダメージを与え素早さを低下させる。これを覚えましょう。 OK26 か。30には上げたよね。だいたいクリアレベルが30、まあ、ちょいっていう感じだったから。ミューズ様ようやく18か。シャールは22の31、30超えてるからね。ロビンも32でしょ。トーマスが29、ゲンブが17。ちょっとウンディーネ様からゲンブ術を教えてもらおう。まあヴァンガードもついでにやらなきゃいけないし。術を覚える、買う、ゲンブ、トーマス。生命の水はまあ必須だよね。サンダークラップも覚えておくか。あとはウォーターポールで神秘の水。スパークリングミストはいらないな。ありがとうございます。ボルネウス戦、メイルストロボムが来なければなんとかなる。倒す。いやミューズもだいぶ強くなった。いけるはずだ。サザンクロス無双三段、こいつも無双三段。疾風剣でフルブライトは超重力を覚えたんで、こいつを使っていきましょう。結構ダメージは出せるはず。早いターンで蹴りをつければ全く問題ない。175、次回復させよう。フルブライトは術メインに使った方がいいかもね。なんか無理やり武器使わせてるけど。超重力、最初にアラケスを倒して超重力を覚えさせる。そうすればまあちょいちょい火力は出る。めちゃくちゃ強いかって言われるとそうじゃないけど。あ、回復させるって言っといて回復させてねえや。もう一旦頑張ってくれ。3ターンくらいで蹴りはつくかな。とにかく火力で押し切る。メイルストロームが来る前に肩をつける。超重力つぶれろ。疾風剣、ミューズ様もだいぶ戦力にはなってる。やばい、一応回復させるか。地層が白虎になってるからボルネウスが回復しないのがでかいね。アースヒール
このまま押し切れるとは思うけど、一応回復はさせておく。踏みつけ、これ食らったら死にそう。死んだ。だが無双三段と、よーし、やっぱり無双三段が強い。よし、ミュージ様、剣が上がった、白虎も上がった。フルブライト封印。じゃあ次、アンナちゃん、クイックタイムを教えてくれ。玄武術トーマス、クイックタイム、味方の素早さを一時的に無限大にする。ロマサガ3のクイックタイムってどういう効果だっけこれ。まあいいや、覚えとこう。全術ポイントを消耗するからね。 OK、アウナス戦。まあいつも通り遠距離攻撃主体でいきましょう。ミューズの剣がね、やっぱりちょっと遠距離がないんで、まあミューズは玉砕格好だよ。ごめんなさいミューズ様。あと召喚だよね、スクリュードライバーが。なんか見た目遠距離っぽいけどどうなんだろう。ちょっとスクリュードライバー打ってみますか。はい、どうしようかな。地層をちょっと水にしたいんでスコールを唱えよう。まあ、変わるかどうかは分かんない。流星章、ミューズ様、君は突貫してくれ。でフルブライトは超重力。フルブライトはもう術だね。あー、スケルストライバー反撃食らった。インサニティって何、ミスってるけど。そうするとやっぱヘビ剣の方がいいか。ゴールごときじゃこの炎は消えないだろ。196突貫しろミューズ様。アーチェ288、やばい。ちょっと2人回復させたいな。フルブライトはちょっと回復に入ろう。1900で、ヘビー剣、トーマスの火力があるからね。流星章、自分で回復するかミューズ様。自分で傷ついた分は自分で回復してくれ。応急傷薬でアースヒール、これをデブロビンに使おう。三段切り32、1段10くらいか。ダブル流星章、ヒットウェブ、やばい。これミューズ様死ぬんじゃないか。生きてる、なんとか生きてる。270、まあまあ高級傷薬くらいは回復してほしいよな。ミューズさんもやっぱりヒットポイント低いね。突出して低いよ。もう一回行こう、疾風剣。かわいそうだけど、特攻して回復、特攻して回復。倒した、特攻する間もなく倒したか。これでアビスゲートは3つ閉じましたので、ちょっと全部のアビスゲートを閉じる前にやりたいことがありますので、ちょっとそちらをやっていきたいと思います。制圧完了。アンナちゃん、また来たよ。最強術、主張、
で、リバイバーをね、使うかって言われたらちょっとわかんないけど、せっかくだから覚えさせておこう、シャール。はい。てか、主張って誰から覚えるんだ？他に。もうちょっと強い主張術が欲しいな。せっかくね、主張レベル高いから。まあ、実はあんまり出番ないんだけど、使っていけるんだったらちょっと使っていきたい。で、一回フルブライトと別れて、またね、フルブライトに話しかけて、トレード関係をやっていきます。商売の話。大変な情報だ。商人たちの中にアビスの巻族に協力して交易を独占しようという連中がいるのだ。彼らはアビスリーグという同盟を結んでいるらしい。誰がアビスリーグに加盟しているかはわからん。しかし、何としても世界の交易を守り抜かねばならん。一緒に戦ってくれるか？喜んで。ついでに、仲間にしよう。で、アビスリーグ自体はね、多分ね、大したことはないと思う。もうドフォーレ商会潰すために物件買い漁ったんで、そもそも大した物件がね、残ってないと思うので、まあ、アビスリーグは多分サクッと終わらせることができると思います。まあ、それは次回かな、尺的に。というわけで、それではまた次回やっていきます。